回は2つ目のジム、白帯ジムに挑んでいくぜ。ここのジムリーダーは何の使い手なんでしょうかね。まあ、白帯の森を抜けてきたことによってポケモンのレベルっていうのがうちのパーティーだいぶ上がってきてるからさ、何タイプ使いだろうがぶっ倒すだけだけどね。挑みましょうよ。さあやってきたぞ、俺はチャレンジャーだ。おー、なんだ、なんかいろいろと豪華な施設だね。オース未来のチャンピオンって、さっきスピード感あふれる少年にも言ったけどな、お前毎回そのセリフ言ってないか。ここのジムリーダーナタネは草タイプの使い手。あ、そう、草タイプのポケモンは炎を嫌っているぞ。いいな、炎大技なんてしたらたまったもんじゃないけどね、灰になっちゃいますから。あと飛行タイプも苦手だ、弱点が多いんだよね。おっと、それ以前にジムについてのアドバイスだ。ジムのあっちこちにいるトレーナー全員を倒さないとジムリーダーには挑戦できない。黒金とはちょっと違う感じだね。まあまあ、ポケモンを鍛えると思って頑張れよ。まさにその通りですよね。レベル上げにはもってこいですから。いや、うちのね、パーティー飛行タイプがいるんですよ。てかこれくらいしか草タイプに相性いいものがいないね。ルキシオは電気タイプであまり通用しないと思うし、ワンリキーもダメだし、ハヤシガメなんてまんま草ですからね。ですからこの戦いムクバード頼りで、行くことになるでしょうね。まあ、それでいいじゃないか、ワンマンチームで勝つよ。あれ、君はトレーナーじゃないのかい。いらっしゃいませ、いきなりですけど勝負だよ。何それ、トレーナーじゃないのかいの流れでいらっしゃいませって言ったから、なんなの、店屋なの、なんか売ってくれんのって思ったらトレーナーかいっていうね、いろいろツッコミが忙しいわ。まあ倒すだけですけどね。チェリンボ思いっきり弱そう。なんで草タイプってこんなに弱そうなんだろう。もう飛行タイプのいい餌食ですよ。よかったね、うちのパーティーに炎タイプがいなくて。これ炎パーティーいたら圧倒的に勝てますからね。草なんて燃やすだけ、簡単な話だよ。はい、ムクバード、レベルまた上がったね。前回の動画で進化したポケモンですけど、さらにレベル上げてもう一段階進化といこうかしらね。ロゼリア、宝炎のポケモンじゃないか。いやいや、このまんまでムクバードでいくよ。結構鬱陶しい記憶あったぞこいつ。状態異常がね、なんかめんどくさいんで、いろいろとね、草タイプは粉系の技覚えてますからね。毒の粉、眠り粉、しびれ粉、鬱陶しいよ。まあでも一発で倒せば問題なしって感じ。早いねー、すぐ終わった。いやー、黒金はわりかし結構なんだろう、苦戦したイメージあったけど、多分これ苦戦ないよ。ムクバードいたら圧倒的ですもん。ムクバードワンマンでマジで勝てますね。それ以外のポケモンは出番ないわ。このジムの花時計、針の上を歩けるのよ。次のトレーナーと戦ってね。あ、本当だ、なんかあるわ。これが花時計か、気づかなかったわ今の今までね。ほんで時刻は何時、一周回ってはい終了。あ、こうなったらね、6時15分で右側に行けるようになったわけだ。止まるまで時間かかるね、もっと早く止めてくれよ。ずっと回り続けるのかと思ったわ。でこっちにもトレーナーがいる。これを倒すことによってまた花時計が動くということか。草タイプのポケモンが織りなす特殊攻撃、簡単には勝たせないから自分で言っちゃうんだ、その特殊攻撃とかどうのこうのね。ならそんな特殊に負けない物理攻撃がこちらにはありますからね、翼で打ちまくりましょう。悲惨なことに、なってますよ。草タイプのポケモンの死骸があちらこちらに散らばっているこのムクバーダの場合はね、翼で打ちまくりますから、いろんな破片飛びまくりですよ。グロいことになってるね。でもすまんな、これが俺の戦い方だ、翼で打て。レベル差もあるし効果もね、いいということも、一瞬で撃破ですから。マジで苦戦がね、ちょっと待って、このまま何の苦戦もなくいっちゃうの、それはそれで面白くないよね。はい、レベル20レベル。今うちのパーティーで一番レベルの高いポケモンはこのムクバードだね。でスボビー、何の面白みのないポケモンを連発してくるな。ジム戦のさ、トレーナーなんだから、もっと強い草タイプのポケモン使ってきてよ。なんでスボビーなの、その辺で取れるポケモンそのまま使ってるだけじゃないですか。そんなやつがジム戦で雇われるのなら俺雇ってほしいけどね。食なしで困ってるんですよ、お願いしますよ。またスボミ、おい何が特殊攻撃だお前、こんなポケモンも特殊攻撃もクソもあるかお前ね。いやもう翼で撃ちますよ、全部先手取れてるんでね、相手何もやらさず勝てますわ。ちょっと気になったけどね、てっきりその特殊攻撃がもしかしたら強い技でね、ムクバードもやられるって可能性もあったので、見るのも良かったんですけどね。ただ見るのもだるいわ。あ、もう翼で撃つで倒します。美しい花ほど散るのが早いのね。じゃあそれは自分で言うことなのかい。
トレーラーに勝つために時計が動くの。私に勝てば噴水も止まる。ポケモンセンターに行きやすいでしょ。すごいね。あそこの道が通れるようになるか、なるってことね。噴水が止まるってことで。で、次の花時計は左側に繋がりました。いや、ポケモンセンターに行く必要がそもそもないんだね。噴水が止まろうがなんだろうがね。てか草タイプのジムに水を置くなよなんか壊れるでしょ、そのね景色っていうものがね。せっかくの草なんだから。で、次はこっち。ポケモンの素敵な香りに気を取られていては勝てないわ。いや、全然勝てますけどね。勝ちまくってますけどね。素敵な香りなんてしてねえよ。草タイプの臭い匂いがめちゃくちゃ漂ってるわ。雪乃さん、ロゼリアね。スボミーにロゼリアしか使わないジムなのかな、ここは。名前変えたらいいのね。黒金シティもそうでしたけどね。同じポケモンしか使わないんだったら黒金ジムとかね、白帯ジムとか言うんじゃなくて、そのポケモンのジムの名前つければいいか。ここだとロゼリアジム、スボミージムやね。誰がチャレンジしに来るんだよ。名前的にコンは多分ね。はい、これも圧倒的に激アーのさ、面白くないんですけどね、マジでね。ポケモンってこんな感じでしたっけ。圧倒的に行き過ぎて申し訳ないって感じ。大人と子供くらいの差があるよ、マジな話ね。勝負カッターでイエーってならんけどね。で、これで、ここのモブトレーナー3人倒しましたからね。時計が動き、時間は流れる。次の相手はジムリーダーモウカイ時間そんな経ってたっけ。すぐじゃん。もうジム挑戦していいの。いや、もう一回もポケモンセンター戻る必要ないですから。ダメージ受けてないんでね。技の PP は減ってますけど。この3人の、トレーナーたちを倒すことによって花時計がジムリーダーの元に行くので通るようになるな。また噴水もね消えるので、まあ一回ポケモンセンター帰るのもいいんですが、この場合もう一度も戻ることなくこのままチャレンジといきましょうよ。さあ、やってきたぞ。待ってたよ、ほんと？すぐ来ちゃった。私が白帯のジムリーダー、草タイプの使い手、ナタネ。さっき見たとき、あなたは絶対にここまで来る。そう思ったんだけど、ズバリだったよ。なんていうか、そんな雰囲気出してるあなた。とにかくポケモン勝負しようよ。めんどくさくなったね、途中で説明が。ちゃんと言ってくれよ。ナタネ、女性トレーナーだね。お腹出しちゃってるよ。尋常に勝負になればいいけど。おい、で、御三家ポケモン苗取る。なんで進化させてねえんだ。林画面なれるじゃないですか。まあ苗取るが可愛いからね。いや、俺もびっくりしたもん、前回進化した時ね。あの可愛さから一点、なんかすごいこれじゃないか半端ない林画面という謎のポケモン進化したんでね。さあ、ナタネはそれで進化させないんだね。まあ進化させるさせないは人の自由ですから。ただ倒す倒さないはこっちの自由だ。リフレクター、あー、これちょっと待てよ、鬱陶しいぞ。物理に強くなったってことは、これは待て、翼で撃つがより効かなくなったってことじゃないか。またリフレクターって4ターン5ターンあたり続くと思うんだけど。ほら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 、全然効かなくなってるよ。ちゃんと飛行タイプの対策はしてきてるってことか。まあ、炎タイプがいれば火の粉とかで一撃なんですけどね。物理じゃないですから、特殊なんでね。簡単に撃破だぜ、イエイエイ。オッケー。で、チェリム、チェリムってなんだ、聞いたことない。初見ポケモンだね。いや、もうムクバードで変える必要はない。草タイプなんだから。何何これ、え、なんだろう、要はから紫色なんか姿がわからん。まあ、わからんポケモンはわからんまま倒す。それが俺のやり方だからね。宿り木の種、あー、これどうしよう。種まかれたことによってね、回復するんだよね。相手が吸い取ってくれない、マイカー。まあ、吸い取られる前に倒せばいいが、リフレクターの効果がマジで鬱陶しい。そしてこれが宿り木の種の効果。これも2、3ターン、4ターンくらい続くのかな。うわー、これちょっとマジで鬱陶しいな。マジカルリーフ、草タイプだから効かないはずだよね。いや、でも効かないって言ってもそこそこ効いたよ。10以上減らされたんじゃない。あ、リフレクターの効果切れた。ならならなら、次の攻撃でワンマータイム一撃、グッバーイ。終わりを迎える、間違いねえ。神秘の守り、え、何、またこれリフレクターかなんかと同じような効果。あ、よかった、違うね。はい、リフレクターの効果やはり切れていたのでダメージは通るわけ。ムクバードばかりで勝ってるけど、これはこれでいいのかな。ロズレイド、確か
あのロゼリアの進化系だ。いやちょっと待て、これちょっとポケモン入れ替えるわ。ムクバードの体力もまずいしね。それ以外のポケモン使っても勝ちたいし、林亀同じ草タイプだ。頑張ってこーい。一回くらい御三家ポケモンの出番作らないとな。これじゃないポケモン全然ないとるから、まさかこんな形に進化するとは思わなかったわ。まだ終わりじゃないもん。諦めの悪いジムリーダーだ。これはね、まあ体当たりいいんじゃないですか。あいつは草タイプです。葉っぱタイプの技は勘でしょ。効果今一つ勝つ、なんでこんな食らうの、意味がわかんない。同じ草タイプのはずなの。いやちょっと待て、これやっぱちょっと林亀ダメっぽいわ。傷薬でムクバーノの体力を全開させ、あちょっと全開は厳しいかな。とりあえずこの戦いはね、ムクバードがやられたら完全に詰むのだ。なんなのこれ、なんでこんな草結びがめっちゃ効くねん。なんやねんこれ、意味が。あ、これで前回ね、いい、もうちょっと林亀には悪いですけど、グッバイだわ。効果今一つなんですけどね。おい、やられた。10以上削られるんだね、それでもね。まあええよ、本編はこちら。ここから本当の戦いスタートだよ。まあ、レベル的には1レベルの差がそこまでないと考えてもいいでしょう。また相性の良さから考えたらこっちの方が上だ、格上だ。翼で打て、マジカルリーフ。半分も削られないでしょ、言っても大丈夫でしょ。まあ食らいますけど半分以上は削られてない。そして翼で打つ、なんならこっちはこの一撃で撃破じゃないか。ごめんねごめんね、強くてね。もう飛行タイプのムクバードいれば完全撃破できる簡単なジムやないか。お前これでええんかい。いやもうムクバードオンリーでしたね結局ね。ポケモンの戦い方としては全く面白くない。同じ技で同じポケモンで倒すというね、もうそれでいけちゃうジムに問題があるよね。すごい、あなたとても強いんだ。俺じゃねえ、ムクバードだよ。トレーナーの俺はひたすら同じことやってただけだからね。俺が強いっていうのは間違いです。改めて言うけどあなた強いんだぜ、二度目だぜそれ。それだけポケモンを育てるの大変だったでしょ。いや森で鍛えたらこんな感じになってて、こんな感じでクリアできたわ。自慢じゃねえけど、でもそれがあなたのポケモンへの愛情ってやつだよね。あったばっかだけどね、そんな愛情はない。それを認め、これをお渡しします。勝手に話を進めてくれるね。はい、ナタネからフォレストバッジゲットだぜ。二つ目ね、一番簡単でしたよこれ。このフォレストバッジで居合切りって秘伝使えるようになるから。そしてこの居合切りはですね、前回シロナという謎のトレーナーからもらったんだよね。それにジムバッジ2つだと人と交換したポケモンでもレベル30までなら素直に言うことを聞いてくれる。ありがたい説明ですけど、俺は人がいない、友達がいないので意味がない。やめましょうそういう話、悲しくなるんでね。技マシン86、ちなみになんだ草結びやってきてたよね。なんだか素敵な技なの。相手のポケモンの重さが重ければ重いもだから聞いてたんだね。相性が効果今一つなのね。見るかな、林亀重そうじゃないですか。重量級ポケモンに持ってこいの技なんだね。あっそう、結構使えるね。これで終わり。うん、私にはわかるよ。あなたとポケモン絶対に強くなる。自分が負けたからそう言ってるだけでしょ、自分を否定しないためにもね。俺にはそう思えるけどね。あっさりクリアということになりましたよ。これで終わりでいいのかな。逆にね、すごい物足りなさ半端ないっすけど。いやこれ居合切り使えるようになったのでね、ちょっと国旗になってたんだよな。銀河白帯ビル、ポケモン募集中という謎のビルね。これ居合切り使えるようになったんで、行けるようになったんで行きましょうよ。切りまーす。てかなんで入れなくしてんだっちゅう話でしょ。募集中って書いてるくせに全然お呼びじゃねえって感じじゃないですか。謎の施設、これ銀河団のとこなの。ハンサム、私だよ私。母驚いたか。あいつね、はい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 、ことぶきにいたやつね。びっくりした、なんで変装してんのこれ。私は国際警察だからね、変装が得意なんだよ。いやその姿で鼻、いやそこで変身得ないよお前。めっちゃ見てるよそれ、真正面から見てるよ。ところで君は一人前のトレーナーだ。大丈夫だろうが一応注意しろと言わせてもらうよ。そしてアドバイスだ。このビルの階段は2つある。どちらかはきっと罠だろうな。だけど銀河団の連中は見る限り間抜けなので、お前が言うな。何か分かりやすい目印があるはずだぜ。いやいやもうバレてるバレてる、お前目の前の人思いっきり見てたじゃないですか。これ銀河団のビルなの。気になってやってきたけど、こんなんだと入ってくるんじゃなかったな。
ようこそ銀河団へ。君もポケモンをくれるのかい？何くれない？だったら帰りたまえ。自転車屋の親父のように痛い目に遭わせてやるぞ。自転車、あ、そうだ、自転車もありましたからね。ちょっと待てよ、話のなんかちょっと流れがようわからん。自転車屋の親父のとこちょっと行ってみましょうかね。下にあったんでずっと気になってたんで。自転車も欲しいしね。いい加減歩き疲れたわ。ポケモンセンターの確か横、あ、この下の部分だね。入りましょう。もしかしたらなんかここで話を聞くことによっていろいろとわかるのかもしれない。え、親父いねえじゃん。店長さん、銀河団のビルに行ったっきり？帰ってこないよ。何してるんだろうね。いや、見に行けよ。今ボコボコにされてるってことね。わお、そういうこと。だから銀河団のビルに入ってその店長を救わない限りは自転車がもらえない。つまりはね、ちょっと面倒なことになってるってことです。ならば行きましょうよ。ちょっとジム戦の後のポケモントレーナー戦またなりそうですけどね。銀河団は弱いから。まず階段2つあるっつってたよね。え、どう見ても敵いる方が本物って感じだよね。これ偽物の方行くとどうなの？逆に誰かいたり、もしかしたら何もなかったりするのかな。え、人がいる。これトレーナーでしょ、おそらく。え、でもこっち正解じゃない？え、次の道に繋がってるんですけど。え、ちょっと待って、ちょっと待って。逆にあっちはどうなの？どっちが正解なの、この場合ね。いや、あっちが正解じゃないの、人がいっぱいいるから。こっちは正解のルートなのか？どうだ？え？で？トレーナーかい？なんやねん！こっちから話しかけないと戦いにならないんだね。普通この場合ね、もう強制的に戦いに入ると思うんですけど。で、アイテム部屋ですので、え、じゃあやっぱあっちが正解だったってことじゃないの？アイテムある分こっちも正解っちゃ正解ですけどね。あー、出た！グレッグレ！これはね、好きっすね、僕は個人的に。かなり好きっすね。たけしがね、使っていた、まあ、相棒的なポジションでしたけど、かなりキャラクターが濃いポケモンね。欲しいな、これ。どこで止めるんだろう。俺もちょっと相棒にしてみたいが、まあ、一撃一撃なんですね。いや、ずっとニャルマ、スカンプ、ズバッと、このね、ローテーションでこいつら来てたんですけど、ここに来てグレッグルが登場してきましたね。ならば、この先、また多く戦いに出てくるでしょう。アイテムは、スピーダー、OK。やはりこっち外れですね。正解の道ではありません。ただアイテムがある分こっちに来た方が、あ、まあお得っちゃお得ですけどもね。またトレーナーとの対決っていうのがめちゃくちゃ控えてるんで、レベル上げにも持ってこいだと思いますよ。これもトレーナーでしょ。あ、違うんかい。銀河団は未来のため新しいエネルギーを開発するのです。そんな勢いを言うなよ、俺に言われても困るわ。お子様相手にどうやるんだからね。で、次どっちが正解？え、同じじゃない、全く見た目的に。どっち行ってもいいんだよね。君はトレーナーかい？あ、君もトレーナーなんだね。こっちが話すまで何もしてこないからさ、じゃあ話さず行くのもありだね。まあ一人一人倒しながら行きましょうよ。エロいお姉さん、ニャルマ、またこれに戻ったか。グレッグルニャルマに戻ったから、じゃあ次スカンプーかズバッとかどっちかだろうね。こういうね、銀河団との対決っていうのは今も多いですし、この先も増えていくと思うんですけど、もうちょっと個性満載なポケモン使ってきてもいいと思うんだけどね。まあ上から支給されてるものがね、この大体4つのローテーションなんで仕方がないのかもしれないけどね。ロケット団と同じですから、銀河団もまた上から支給されたポケモンを今使ってるからね。何これじゃねえよ、俺のセリフだよ、お前。もっといいポケモンやればね、こういう邪魔者も防げると思うんだけどね。あ、で、なんだ、閉まってんですけど。また終わるの？これ3階でしょ？4階まであんの？何階あんのか分かんねえ。とりあえず進もう。これも対決にならない。お前ら普通のやつらに素晴らしい銀河団が何をするか分かるわけない。大体俺にも分からないのだ。お前も普通のやつじゃねえか、無理すんなや。で、また繋がってる部屋。え、アイテム部屋あるじゃん、あれ。あ、ほんで、なんかいる、おはげのじじい。ちょっと待てよ、この場合あっちのアイテム取りに行くのが正解でしょ。おはげは一旦置いといてね。え、何やら怪しい人たちもいました。ここが正解なルーターなことは大体わかるけども、ちょっとあっち行ってみよう。で、研究員は自ら話しかけてくるんだね。我々はボスが作り出す新しい世界のためいろいろと動いているのだなんて。だから子供にどやるなよ、お前。そんなこと言われてどないすればええねん。こっちは見るからに怪しい人、ツネオですね。ユンゲラー来たー、めんどくせえポケモンだぞこいつ。こういうエスパー対策になんかいろいろとね、悪タイプだったり
そういうポケモン取っておくよ。この先積むな。おいおいおい、スペシャルアップ使ってきてんじゃねえよ。特攻上がったんで年歴とかされたらかなり効くが、一撃撃破ですね。ごめんねごめんね。今このムクバーのノリノリっすわ。あの事務戦からね、めちゃくちゃ役に立つ。もうこれだけでいいんじゃない。これでも伝説のポケモン倒せそうな気がするわ、これが伝説じゃね、むしろね。俺はそう思えてきたよ。でこの先やはりアイテム部屋、そして何やらまたいますけどね。なんかポケモンもいることね。あれピッピかなんかいるんじゃないの。あとミミロルとね。え、何してんねんあんなとこで。あ、元気のかけら、これはいいアイテムだ。とてつそうはないですね。うん、じゃああっちのルート行きましょう。そこで何をやっているんですか。おはげなおじさんと、そしてなんか謎の女性。え、何してんねん。これが自転車屋のやつか。こいつら銀河団ってみんなのポケモンを奪って何をしたいんだ。子供に言われても分かりません。何か言おうかしらと聞くまでもないわね。ポケモンを取り返すのね。え、そういうつもりじゃなかったんですけど。いいわ、このジュピターが相手してあげましょう。わーお、銀河団のようわからんジュピターさんとの対決来ちゃいましたね。あらエロい。なんでみんなエロい格好してんのこの人って。そうしなきゃダメなルールがあるんでしょうね。つまりボスが変態ってことだ。そのボスと早く会ってみたいけどね。俺みたいなやつなんだろうね、としか思えない。ズバッと、いやここは翼で撃つで倒す。この戦いもムクバードオンリー。わーお、相手も翼で撃つできた。しかし格が違えよ。お前の翼で撃つはクラワー。やってくれる、何もしてない、同じ技しただけだけどね。はい、オッケー、簡単に元気派だぜ。見るからになんか主要幹部っぽい人なんですけどね。それでも使ってくるポケモンはズバッとなんだね。お前ボスこんなエロい格好するくせにポケモンはちゃんと渡さないっていうね。スカタンク、お前なんやねん、汚ねえ名前からして。スカタンク明らかなんかいかんでしょ。いやムクバードでいいでしょ、このままね。うん、見るからにスカンプの進化系でまたなんかより臭くなってそうだね。見た目からして臭さ満載って感じ。その臭い匂いがこちらのムクバードに移る前に倒すけどね。あーでも食らわんなこれ、まあ、とりあえず翼で撃つで撃つ。毒ガス、つまりはヘってことでしょ。言い方変えたらね、ヘでいいと思う。おならでもいいし、臭いガスでもいいし。その上木の実くんか。またその木の実食ったことによって臭いガスを放出してくれね。いやこれちょっと面倒だな。まあ翼で撃つ連発で辻斬り。何タイプ技？めっちゃ食らうんですけど、とりあえずうちムクバードやられたら結構きついっすよ。あーまあでもね、林神とかもいますし、電光石火、とりあえず与えられるだけ与えておこう。ちょっと残ったね。まあまあまあ、次のポケモンにバトンタッチすればいいだけ。ムクバードがやられるのは残念だけど、これは仕方がない。たまには他のポケモンの出番作ってあげないと。ルクシオですね、君に決めた。先は草タイプジムということもあって全く出番はなかったが、この先ね絶対必要になるシーンはやってくる。だからレベル上げしておかないと。レベル差はあるけども一撃でやられるような差ではないでしょう。残るでしょ絶対絶対絶対。お、残るよ。スパーク、イエス、はい、オッケー。美味しいとこだけいただきましたって感じね。経験値は1029。スカタンクですからね、経験値もたくさん。どうやらそのタンクにあったようだ、臭いガスと共にね。よっしゃ、一気に17、18いく？わー、あとちょっと18だったね。お子様負けるだなんて油断って怖いわね。とんでもねえ負け惜しみだ、ちゃんと負け認めろよ。次の戦いは勝つわみたいなこと言ってくれると可愛いんだけどね。ふーん、強いのね。いいわ、ポケモン像の調査も終わった。発電所のエネルギーもマーズが集めた。そうだね、一つだけ教えてあげる、ありがとう。私たちのボスは神話を調べ、伝説のポケモンの力で神王地方を支配する。あなた銀河団に逆らうのはやめておきなさい。では失礼。逆らうつもりないんだけど、行く先行く先に出てくるんだよね、あんた方が。あ、これおっさんのポケモンだったのか。ピッピとミミロル、ハゲたおっさんの趣味じゃないでしょ。お礼をしたいから後で自転車屋に来ておくれ。
ってことはこれで自転車がもらえるようになるということ、そしてアイテムはアップグレードゲットだぜ。あ、でハンサムもいなくなってる。あいつ何もしてねえのに、いつの間帰ったんだよ。いや捕まったんじゃねえ、むしろあんなふねガバガバなとこで変装を解いたからね。でも自業自得としか言いようがありません。救いに行くとかいう発想にはならないからね。知らん、知らんもんは知らんで片付けましょう。え、でまたやってきた。これ先ほどのジムの前であったんですけどね、シロナだ。いいものあげたくて君を探していたの。ポケモンの卵ぜひ受け取ってほしいけど、いいかしら。いや今手持ちがちょっと無理なんで。急だね。居合切りくれたり卵くれたり、で卵くれるためにわざわざここで待ってるって言ってくれてるし、え、何卵って本当に卵なの、なんか別の意味のものじゃないの、インゴとかじゃないよね、大丈夫ですか。まあ、もらえるのであればね、もらっていく、それは俺の生き方でありやり方であり、そうやって生きてきましたのでね。ですからもらいましょうよ。ちょうだいちょうだい。うん、受け取りますよ。本当にポケモンの卵なのかしらね、ちょっといろいろと不安ですけど。卵の中のポケモンもきっと喜んでるわよ。元気なポケモンと一緒にポケモンの卵を連れて歩くと中からポケモンが出てくるの。君がポケモン図鑑のページを埋めるのに役に立てば嬉しいな。じゃあね。なんかよくしてくれるんだよね。この先また出会うことがあるんでしょうか。いきなり卵もらったのはちょっとびっくりでしたけどね。そして自転車や、あ、戻ってきてますね。これでもらえるようになったってことか。先ほどありがとう、これは感謝の気持ちだ。最新型の自転車ぜひとももらってくれたまえ。イエーイ、自転車ゲットだぜ。最新型の自転車だからね、マニュアル読んじゃうよ。 B ボタンとか言うんじゃねえ。 B ボタンを押すためにギアチェンジができる。3速だとスピードは遅いがコントロールしやすい。そして4速だと曲がりにくいが何よりも速い。速いのです。自信テンション上がってるしね。あっそう。え、でさっきいたミミロルどこ行ったの。あれ誰のポケモン。ピッピしかいないんだけど。え、怖っ。ええ、なんなの。ミミロルはどこ行ったの。食ったってわけじゃないよね。いやもう怖いことは触れないでおきましょう。怖いんでね。よし、まあ、これで自転車を手に入れたことによってさらにね、冒険がスムーズに進めるようになりましたので、プラスしかないですよ。はい、じゃあ今回の実況はですね、これにて終わりにしたいと思います。よい、次回またこの白帯シティからね続けて、まあ、ここでのね、ストーリーだったりジムリーダーっていうのを倒すことができたので、また次の街目指して冒険していきたいと思います。お楽しみにね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。グググググ、バイ、またもう。